やってまいりました、ついに。はい、何の日でしたっけ？大掃除の日ですね。はい、はい、なんかね、あのボーリング以前やったんですけど、このチームがなんと大敗しまして、はい、でもついにできるなっていう。もともとさ、うん、1ヶ月前ぐらいだって、もうそんなに至ってないか、うん、そんぐらいにやる予定だったよ、うんうん、だけど、佐々木君がね、うん、負けてからすごい落ち込んで旅に出てた。なんかいろんな海外に行ってもらって、それも相まってできなかったっていうのもあるし、うん、一旦落ち着いたんでね、うん、今日やっていこうと、はい、ついにできましたね。できますね、12月1日です。佐々木君の雰囲気の方が良かったね。感動した。おばあちゃんに会えて、めちゃめちゃいい時間。久しぶりにツイッター動かした。感動して、ツイートしたもん。でね、はい、あの動画ちょっとタクマいなかったんですけど、まあ、仕事でね、その動画自体に出れなかったんで、僕も手伝いますよって言ってくれた、はい、タクマが今日お願いします。守護神なの。よろしくお願いします。はい、事務所の守護神。守護神。ボールだった。もうタクマね、始まらない。ちょっと買っといたらいいんですか。はいはいはい。これで何すか、カットリだったよ。一茶の腹渡引き裂いてる。事務所の詳細みたいなのはあんま映ったことないと思うんで、うん、それも映してこ、はい、今回は初公開から次までね、初公開で一茶、はい、テプラ。テプラ、あー、これは何すか。これあの後ろの走行がめっちゃ散らかってる。あ、これに曲げて、はい、いらないものといらないもの分ける。めっちゃ手際ええやん。うん、手際良い。うん、手際めっちゃいい。てか大掃除とかマジで俺何年ぶりなんだ。やらんからさ。あ、そうなんですね。それ家とかも別に大掃除とか毎年しないの。定期的なちょい掃除が結構あるって感じですよね。まあでもちょいちょい掃除したらね、大掃除いらんからぶっちゃけ。うん、でも大掃除って、でも年末の大掃除って言ったから、それこそさ、何をやるやってんだろ、皆さん。でも、あれじゃないですか。そうですね。カーテン洗ったりとか。ああ、そういうこと。あ、結構ガチっすね、それは。あの換気扇とか。あれ待って、俺掃除道具かと思ったら全部こういうのよ。ここになんかさ、ウェットティッシュとかそういうのが詰まってると思ってた。確かに。全部棚なんですよ。全部棚に。え、リさんあるよね。あります。いろんなやつを上げてきた。あ、そういうことね。はい。わかりました。たくま。はい。また履いてるわ。はい。スリット。伝説のやつ履いてるよ。ミワちゃんの私履いてる。顔顔スリットの太さ、これやばいでしょ。それは染められない。キャバ嬢とかがよく履いてるやつですよね。それは横でしょ。横スリット使う上がやばい。横ってどういうこと。横にスリットチャイナドレス。ああ、これはこれ後ろにしてるだけじゃなくてですか。違う、やばかったやつは横深スリットだったんで。横深スリット。これ剥がす必要あるんですか。なんか気になるじゃないですか。今度気になっちゃう系男子と女子らしい。いや、僕も気になります。マジで私は気にならないよ。大丈夫ですか。これ気になるか、見て。これ、うん、いや、気になる、気になる。え絶対嘘。絶対嘘。佐々木は嘘っすね。いや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 。マジで何やってるか分からんの。やべえ、これぴったりだ。マジっすか。ぴったり。あ、適当に買ったのに。そう、向こうの棚に合わせて買ったんや。そうなんです。お母さん、僕ら何やればいいんですか。じゃあ、まず普通の掃除機とか。あ、掃除機ですよね。掃除機さ、一番最後。あ、そう。ほこり落ちる。あ、ネタだけ。確かにそうです。お父さん強い。お父さん、はい、事務所の、はい、整理整頓はほぼ全部たくまさんがやってます。あ、そうなんですね。庭よくしてます。できないんですか。たくまさん、綺麗好きっすもん。入れてほしいらしいんです。あ、こういう全員あそこに何していいか分からない。掃除したことない、この人たち。え、だから分からんからな、掃除機とかじゃないの。
まあ、確かに。あ、窓拭きもありますね。掃除機が早いって言ってたの。5秒前。5秒前、掃除機が早い。何も言ってないの。じゃあ、だから、たくまさ、はい、俺は何っていいか、何やっていいか分からない。じゃあ、吉田くんは、裏の倉庫から、あの、備品。こういうカードゲームとかゲーム系あるじゃないですか、裏に、うん、おもちゃの、はいはい、あの企画とかで使ってるやつ、はい、それを一つの箱にじゃあ丸めてください。 OK です。ここですね。俺はどうしてですか。俺は佐々木くんね、あのね、撮影機材、あ、撮影機材、撮影機材を一個の箱にまとめて、白でお願いします。じゃあ白でね、佐々木くん、白で、白に、はい、YouTube の企画で使うものは白にします。じゃあ俺このシロ、よしよし、これ UNO とかね、これね、ケースがないんでちゃんと輪ゴムで留めましょうね。ああ、バラバラになったら終わりなんで。ますね。俺こういうのにぶち込んじゃう派だから。そういう雑っすね。こっちさ、ね、見たことないか、はい、行きましょう。あ、そうっすね。今、掃除前結構こういう感じでね、もうこういう感じで、ノーマル出てきた、あの、おもちゃたち、思い出の品も多いっすよ。懐かしいっすね、このおもちゃの手のやつとか。あれ、これはどれ、あれ、これ佐々木くんがやったやつか、古川優香ちゃんとの時の、柴田のあのあれだ、見て見て見て、これ YouTube、 YouTube 始めた時の時、こんなごついカメラ使ってたんですよ。それ初代だよね。そうなんや。俺だから佐久間がさ、投げ飛ばされたお化け屋敷、これあ、これこれこれ、これの暗視カメラモードで撮ったんですよね。懐かしいな、それ。こんなでかいやつ、うん、上の段の一番奥に何？これ出た、これ。これ何？これです。よく動画で言ってるのこれなんですよ。ゆくるが言ってるやつか。そうそうそう。壊されたこれをここにここにやって。一応やってみてるんだから。ここにやって。いやでも今電池ないから多分動かん。で多分対応してないんだよね、確か。いや、そもそも。そもそも。暴れ回る。おい、そうそうそう、マジで無駄、もう無駄なやつか、欲しいね。これならいけるんですけどね。あ、これちょっとでかすぎたって感じで、ね、それか、あれが先っちょすぎて暴れ回るって。何でやべやべやべって手でいいや、自分で手でこの辺を俺らは一回箱にまとめていくっていう感じで、懐かしながら、はい、さんは拭き掃除ですか。拭き掃除をしてます。見て、 MMA 術飲み起こし。あー、これ結構ね、なんか大変だね。結構綺麗に入れていくんですよ。でもさ、俺なんで苦手か分かったわ。はい、俺あんま物多くないよね。あー、そもそもだからだ。俺こんだけ多いと戸惑っちゃう。確かに、そうっすよね。どうすればいいみたいな。俺得意じゃないわ、掃除。あんまり必要なもんだけしか家に置いてないんで。そうそうそう、こういうの捨ててっちゃうんだけど、多分捨てちゃダメなの。思い出の品ですもんね。あ、これグローブ分かりやすいからグローブいこうか。はい、これは何、重りか、絶対いらんよ。あ、風船の重りです。絶対これいらんよ。捨てますね。そのグローブとミット、ゴミ箱も欲しいのか。ゴミ用袋、ゴミ袋ね。このカッターこっちの、これどういう分別するんだっけ。まあでも基本的に燃えるゴミ、燃えないゴミですね。壊す壊さない、壊す壊さない、どういうことですか。壊す壊さない、壊す壊さない。桜もいらんって。じゃあこれもいらんねんじゃん。あはそうなってくると早いよ。マジで。これまだまだこれ。これいるわ。これいるんだ。こういうとこで使います。バドミントンも絶対いらん。だってできんじゃん。ここで。まあここではできないですね。まあ一応取っとくか。そうですね。ああ、ええ。あ、俺も使えるな。ガチ、すごいな。ガチ、結構使える。まあ、まだあるわ。え、なんか変、これ。だいぶ変。まだ変、まだ変。まだ変。うん。いや、まだ全然変わってない、うん。全然いけるっすね、これ。なんでこんなとこにチャンピオンがある？それ、あれじゃないですか。昔、うん、ミクルが表紙、表紙ってか、なんか、あれやってるじゃないですか。かっこいいやん。おぉ。レアかもしれないですね。武装先生、これ多分めっちゃレアめっちゃレアではないか。これかっこいいやん。へえ、これ取っとくか。さすがにこれいるな。叩いてかぶってじゃんけんポン。いる。リスさん何時までいるの事務所。いや、就業時間は4時ですけど、日によって5時6時とか。人狼2個あんだけど。人狼確かなくなったんでしょ、カードが。人狼いるか、さすがに人狼いるっすね。ゲームケースこれ出ましょう。思い出の品だ。これいっぱいあるっすね、まだ。
何これ、これ何、あれ、あ、でかいでかいでかいでかボクシングパンチ。おお、それグローブに分類されるんですか。これグローブだね。これおもちゃか。これでぶん殴り合いする。これなんか使えそうだ。これでブレーキングダウン。絶対建築使えやつ。こんだけでかい、結構でかいよ。これはさすが入らんか。何オンスなんですか。これね、80オンス。お前そんぐらいあるっすよね。うん、こんなサッカーボールどこで使ったっけ。それは覚えてないな、俺は。これ何で使った。なんか使った気がするような。家の中でやってただけじゃないですか。結構時間かかりそうですね。だいぶかかるんですよ。あ、誕生日のやつですね。ああ懐かしい、これゴミじゃないか、これはゴミ。今日の主役です。懐かしい、これ初期のね動画見てる人。わあ懐かしい、これ懐かしいですね。嘘つきなんとか、あ、そうだ。でもこれ、うん、あ、嘘なんやろ。いや、俺ガチ。いや、正解ガチの嘘つきんだよ。え、そうなの。その脈とか測って、うん、焦ったら最高のパンティー出てきたかと思って。あ、めっちゃ懐かしいの出てきた、これ。何これ。それで見てください。はい。おお、 QR コード付きのシールです。あ、そんなんあったんですね。そうそう、これを何千枚。はい。おお、危ない。懐かしいの出てきた、また TikTok 棒。懐かしいですね、これ。箱にテープ。あ、本当だ。テプラ。何の顔見てん。ねえ。俺が変なの言ってたけど、俺顔怒ってる顔。これミットっていう。これミットっていうらしいよ。ミット。だから知らちゃんだよ。だからさ、ミットだけだとこんだけ。じゃ。ミット増えるんですか。キックミットもあるんですよ。キックミットの下に。キックミットある、ね、左下に1個だけあります。これ片方だけ。あ、それそれ。ああ。選ぶね。これいいじゃん。ちょうどいい。スライク君、スライク君、これ履いてみて、ついに。ついに。ついにって何？スライク君、一回これ履いてきて。何これ、何これ。一回、上で。あ、ゆでりついに行っちゃうから絶対間違えてる。何これ、何のついに？わからん。一回履いてきたら分かる。よし、履いてください。ああ、これただのパンツだ。ただのパンツじゃないよ。いやー、掃除は大変よ、マジで。そうっすね、でももうすでにだいぶ綺麗になってますね。だいぶ綺麗になってきたね。まとまってきたね。そんな顔なるの。よし、もう終わったか。終わった終了。いや、まだっすね。佐々木君、これ撮影機材だよ。どれ、そう、撮影機材知恵の方が入れた。ん、撮影機材だ。撮影機材やってるやん。これ撮影機材らしい。これ撮影機材。撮影機材だ、これね。これは何なの。これ何、三脚。三脚。タグマお父さん怒ってます。持ち場離れたかいよ、終わるまで。ふざけんなよ。家で隠すやつや。あ、これ成人式ね。俺らの袴着たやつだ。へぇ、一応撮っとくんじゃ。うーん、なんで入ってきた。すごい狭い、すごい狭い。あ、佐々木くん、順番違うの。置いてきましょう、それは。かわいいきなこが出てきた。かわいいきなこ。おー、すげえ。クリスマス4日かな。きなこね。この辺あれか。かわいいっすね。大事なやつか。シーズンごとのきなこです。いや、似合ってるよな。普通に。似合ってる。おりそうやもん。だいぶまとまってきたか。そうですね。これをひたすら繰り返しましょう。どうよ、でも。いや、めちゃくちゃ片付いた。ねえ。ビフォーアフターで撮りたいですね。だいぶいいよね。だいぶね。だいぶいいよ。うん。一旦こっちはね、終わりですね。まとめはタクマやってくれそうだから。はい。こっちで、床掛けとか、はい。窓拭きとか、違う栄養行きましょうか。窓拭きいるよな、絶対。じゃあ、なるほど。オッケーオッケー。窓拭き担当。はい。で、僕、水拭きで、佐伯くん空拭きです。よし。行きましょう。タクマ、タクマ来ないとダメよ。来ないとダメよ。はいはい。じゃあまずはこちらの窓からですね。よし。初めて開けた。はい。いや、窓はここでしょ。まずここかな。玄関。そこまで行くとあっち行っちゃう。めんどいから。大掃除だよ。全部ですよ。よし。よし。
もうなんか掃除してる感が出てきたらしい。出てた、出てきた、出てます、出てますね。空拭きできてないな。できてないな。空拭きできてない。もう一度絞った方がいいか。なんかできてない、全然。どう、もう一度絞った方がいいか。そうですね。佐々木の持ってる雑巾がしょぼい。しょぼすぎ。しょぼすぎ。ハンカチみたいな。ね、これは拭け。これ無理や。もう一個ある。岸さん、雑巾あります？窓って、あの、キューみたいなやつじゃないと、あー、あの、汚いじゃん。ママは怒ってる。ママは怒ってる。どうした？こっち吹いてもらった方がいいかもしれない。窓はもう、窓はいい。なんか、窓辺になっちゃう。確かに、確かに。また怒られちゃったね。ママにね。窓拭き用のあれ買っとくんで。確かに、これがちょっと溜まってるか。あー、よく見ると。そうですね。ほったくもなんか、掃除とかすんの？家で。掃除っすか。いや、もうこの男はやばいですよ、マジで。やばい、うん、掃除の方も言わんといて。掃除の方もないです。佐々木くんも、いや、まあ、あるですよね。佐々木くんもじゃん。まあ、男の一人ぐらいしか感じないですよ。なんか、うん、結構おろそかにしてまうところはあるっすね。男の一人ぐらいはみんな汚いよ。うん。こんな汚くないの？まめに掃除してるんですね。いや、こんなにしてないけど、はい、物が少ないから汚れんのかな。あれ、掃除の人呼んでるんですか？掃除の人呼んでる。お、それは全然違うっすよね。よーし、オッケーオッケー。換気はしなくていいですか？換気はするか、ね、一応窓だけ。換気は大事よね。雨降ってるよ、まあ、トイレもね。はい、トイレやるの、これ。トイレ何やる？トイレはこのブラシあるじゃないですか、うん、磨きがあの棚の中に入ってるんで。どこの家にもあるやつやん、これ。そうです、それっすね。あ、開いてる方があるっす。開いてる。あ、開いてます。あ、これか。何見たからか。これマジでどこの家にもあるね、はい。そうっすね。もう定番中の定番っすね。すごいんじゃないの？これを考えついた会社さんすごいんじゃないの今。確かに。だってこれセットじゃん。はい。一強っすよね。そうだよ。まあ、トイレ掃除は大事っすね。水回り。めちゃめちゃ。はい。これもさ、本当は手でやれって言われちゃうかもね。それはさすがに言わないでしょ。手でさ、有名な人とかでもいたよね。手ですか。手でさ、毎日毎朝手でやって、そっから始まるみたいな。それはきついな。確かにそれはきついやな。堀田くんの家に移ったことあるか、一応。移ったことある。堀田くん家行ったことないから行ってみたいけど。ああ、僕ん家ですか。最近の個人チャンネルでちょっと移ったよね。そうですね。まあでもあっこからまた引っ越してるんで。あ、そっか。狭いんで。あ、そうなの。ちなみにどんぐらい？もう5畳とか6畳とか、あ、そのレベルです。場所をいいところに変えたんだ、じゃあ。そうですね。その分家賃が高くなっちゃった。はい、なるほどね。まあ、1人やったらね、十分なんですけど、ちょっと2人来ると狭いっすよね。え、友達とかは？友達いない？佐々木くんだけ？そうですね、あんまり東京にいてないです。じゃあ人が来ることはないんだ。人が来ることないです。あれ流れ、あれ詰まった。まあ、仲はいいとしてか。完了っすね。あ、ここか。その上が今買ってるんですけど、うん、あのウェットしかないですね、行くとしたら。なるほど。じゃあティッシュで行こう。あティッシュね。ダメ、濡らします。確かにウェットあるなら欲しいけどね。ウェットありますよ。ちょっと待ってください、ね、ウェット、うん、ウェットありました。よし、ありがとうございます。そうすると、うん、赤が出るんで、そのまま乾かしちゃうと赤、赤ついちゃうんですよ。なるほどね。これね、空拭きっすね。掃除のプロがいるやん。佐々木くんがあれだとずっとサボってるやん。寒い寒い。佐々木くん。サボってないですよ。いや、上着きちゃう。俺、事務職に転職しました。事務職。事務職？うん。はい、シール作ってるから、カナダもして。あ、テプラ。あ、そうそうそう。あ、なるほど。なんか楽な方に逃げたら。佐々木も？いや、佐々木です。カビになっちゃうってことか。水垢みたいな。水垢です。多分そのウェットが悪いんですけど、なんか液ついてるんですよ。二度拭きしないとダメってことね。そうです。タクマが面白いこと言ってなかったでしょ。面白いこと、もしかして。マスモ中に面白いさ、インタビューしてきてよ、はい、あの人面白いこと言ってくれるから絶対。ちょっと行ってきます、うん、どうですか、
どうですか、進みました？一生終わらん、これ結構あるっすね。結構ある、マジでやばい。これ何増えたの？増えた、増えた。じゃあここにあったやつがさ、あー、だから佐々木くんちから引っ越しで送られてるやつだ。全然終わらないらしいっす。全然終わらん、全然終わらん。そう、ちょっと待って、これ、わかるでしょ、え？これ、あー、出た、出た、俺が好きなやつやん。知ってますよ、はい、知ってます、知ってます。わかる人いるか。これは僕も分かりますよ。知ってる？知ってます、知ってます。分かる人マジで少ないと。出てきたな、これ占い師の。確かにこれ分かる人少ないぞ。うん、俺がなんかさ結構言ってたやん、これ言ってましたね、ずっと好きみたいな。それで見てくれた人増えたかもしれない。僕と見てどういう気持ちで撮ったんですかね。そうです、3人でやっとったんですよ、あれ。難しい、これ衣装ね、俺は懐かしい。それは捨てれんな、絶対に。これ捨てれんわ。思い出、ドッキリでこれで登場してよ、いきなり見てるの前に。思い出すのか。何これ。レンジ。すごい。これ何？あるっすね、機材。佐々木くんさ、わけわからんのがあるよね。これ何マジで。何に使うのみたいな。携帯につけるレンズ。こんな形あるよ。携帯につけるレンズ。あ、あるの。これ何？なんで買ったこれ。さらに倍になってアップできるみたいな。ああ、なるほど。さらに広角で撮れる。そんなシーン。え、それ一応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 一倍なんか。マジで一回も使わないやつ。これ撮影機材なのね、これね。一応一応機材。一応。これ知ってるこれ。のむしりかさんが作ってくれたやつ。ほら、見てるの。うわ、すごいっすね。この時の撮影長かったもんな、マジで。これ。これやっすよ、めっちゃ。はい。アートの箱に入ってたやつゴミですか？アートの箱？あっちに持ってたやつ。ゴミ？これゴミ？ゴミじゃない。おーおーおー。これ俺が持ってたやつ。あれ？これは、これは何ですか？これは、新人の。おお、すげえ。めっちゃ汗で出る。これでめっちゃ綺麗になるんですね。こんなハイテクなやつがあるんですね。ちょっと悪そうに。よし。はい。全然 OK じゃない。しかもやってるところめっちゃまだらない。めっちゃやってるって言わんと成り立たんでよ、動画が。逆に散らかってきてません？すごい増えてる。気のせい。テーブル山盛りになってる。ゴミじゃない、ゴミゴミゴミじゃないらしいんですよ。ゴミが多いと使えねえよ。ダイソー動かなくなっちゃったんですけど。だからね、ゴミ大体のものは捨てたわよ。あー、断捨離っすね。そう、それが掃除のなんだ基本コツみたいな。そう、ダイソー動かないんですか。え、あらあらあら、これは何、昨日まで動いてた。買ったばっかですもん、これ。ゆくりさんにお願いして。じゃあ、閉めますか。ダイソンこれだな。ダメ、まだダイソン。あ、え、回しました。いけたいけた。こっちも終わりたかったよ。いやいや、いけましたね。いけた。掃除機結構命ですから。結構命。はい、地味に私結構何もしてない気がする。うまく。地味に一番何もやってない。やってるやん。やって、リスさん結構やってるっすよ、ね、どうした。一番やってない。一番やってないの。違うよ、違う違う、やってるよ。やっとんで。チームってやってますか？ボブ周りもチームやってくれました。ボブ周り、あの周りっすね。顔つぶせ顔つぶせ。ダジャレちゃん今の。チームやってくれました。ボブ周り。ボブの周り。ああ、そういうこと。ボブ周りに聞こえたな。急にどうしたの。ああ、なるほど。
やここで止まってたよ。あ、コードがね、届かなかったね。いや、差し替えたらいいだけなんや。コード届かないから。やっぱボーリングでさ、リベンジしたくない。確かにリベンジしたい。じゃあ俺らもだってふざけとったからもう。正直、あれ、そうそうそう、あれ、うん、正直あれですよ、俺らも途中から走るんですか、走るのが大事やからとか言って、なんかね、はい、コメント欄にもあったもん、こいつはふざけすぎだ、ふざけすぎ、確かにふざけすぎ、確かにあれは申し訳ないです。ちょっとリベンジしたいですね。リベンジしましょう、同じチームで全員真剣勝負で、うん、そう、リベンジしたい、うん、次やったら勝てる、次やったら勝てるわ。言ってね、みくさんもそんなにいいですとか。確かに確かに、まあ、まあ、確かに、まあ、それはね、1位堀田さんで、うん、2位私じゃなかったです。そうだっけ、合計数、いや、一さんではないよ。で、あ、そっか、みずきちゃんとみくよが一緒だった、一緒ぐらい、うん、全く一緒だった。みずきさんが2位で、私が3位だ。そうだ、で、俺らが最下位か、最下位、最下位、俺が最下位、そう、吉田さん最下位だ。まあまあ、あれはね、ほんとふざけすぎました。おふざけだから、あれはやり直したいな、うん、やり直したいね。リベンジしたい。うん、リベンジしよう。あ、次は真剣勝負で、もっとなんか罰ゲーム考えてってことですね。あ、多分次は右で使えるんで、マジ本気で、うん、本気ろ。で、右で使えなかったんですか、前回左手だったそうした。いや、ほぼ、ほんとないの、左手だったよ。左手だった、そう、手首が痛いから、あ、そうなんですか、それは無理っすわ。次本気出すから、マジ本気出すよ、マジ言っとくけど、ほっとくないのアッソみたいな顔してるけど結構うまいから。いや、まあ僕もやり直したいなって思ってるぐらいなんですけど。何をやり直したい、もっといけたなって。あ、そう、結構強いな。ほっとくに迫りそうだけどね、ワンちゃん迫りそう、150以上。ああ、本気出したね。ほんまなんですか。嘘ついてる時の笑いよ。ポチポチ。あ、いっそ、上を案内します。ついに、これつったらやばいもんね。これつったらやばいもんがあるんです。行きましょう、行きました。初公開ですね。そうですね。おお。結構綺麗にしてる。確かに、うん、2階建てなんですね、この事務所は。本当なんか事務所館って感じですよね。こちら探検しましょう。こちらがなんとお風呂もついてます。おお、お風呂、お風呂やばいっすね。あ、もう家みたいな感じなんですね。はい、上の階はね、住居の、あ、綺麗、シャワー室ですね。で、キッチンもありますね。キッチン、あ、キッチン、すごい。おお、キッチンは使ってるんですか、これ。それは洗い物ぐらいですね。からの、からの会議室ですね。会議室、おお、会議室って感じ。すげえ綺麗ですね。で、これがあのタクマさんモデルにしたあのこれ、モデルにしたいです。全席、全席。ただ本人がやってました。あ、トイレですね。トイレです。私が住んでるみたいな。占領してますね。あ、上は開けないです、ね、はいはい、そんな感じ。あ、さらに上が、上入っちゃいけません。ちょ、ベランダがあるんです。あれ、どうしたんですか。お菓子食べ出してる。早くない。あれ、早いじゃん。終わり、終わり。そうですよ、上あんまりなんか映せなかった。あ、映せないですか、さすがに。そうですね、書類関係とかいっぱいあったんで。そっか、え、でも一応映せたんでしょ、見れたんでしょ。そうですね、探検ぐるっと回った感じですね。はい、あ、いいっすね。だから掃除はこの回メインですね。仕事、仕事、仕事。仕事しよう、仕事してや。罰ゲームやからな。これは、あ、そう、佐々木さんね、物どかさないと。行く道にある物どかさないと。これジャムどかしてよ。本当に。いや、こっちはもうやったよ。回ろうよ。兄さんも9歳作ってる。どうしたの。すごいショートカットしたね、今。この体とこまで。ちょ、こっからやるよ。こっから、こうやってやっていくよ。そんな、焦ったらダメ。焦ったらダメだよ。独特なルートやな。そうこれって、うちが作ったやつ。あ、そうすげえ。自動車マグ。こんなんあるんすね。
乗車理論ビッグって言ってた。どうした？これ動かせる出しにくくなった取り出しにくくなったいいか、こっちの方が綺麗に見えるか。え、イッサン、これどうする？これなんて言うの？これ、鼻刺すんですか？お鼻刺すとき。あ、じゃあ議論がいい。佐伯くん、終わったか。終わった。完全に終わった。終わった。完全に終わり。最高、終わった。終わった。全部いけた。とりあえずここは終わった。オッケーオッケー。ここあるだけ。ここある？向こうは？向こうはやった。いや、ほんまやって。こっからこう。ほんまっすか。こっちはイッサンのやつか。なるほど。ポットね。ポットゾーン。終わりか。あとなんだ？あと上か。あと上か。上さっき言ったけど、あ、うん、ちょろっと言ったけど。うん。どうしたの？今の見捨てたよな。今の見捨てたよな。とりあえず上はだから見せれないとこ多かったから今からやるしかないか。またああいうとこはやるしかないか。なんで笑ってる。どうしたの？どうした急に。オッケーましょうでもし、ふざきすぎた。俺らふざきすぎたから、ふざきすぎた。さすがに文字やろ。文字やろ。はい。あすごいわ、こんな変わる。マジで終わりましたね。何笑ってんの？どうした。たくまも手伝ってくれてね。いや本当に。もう手伝ってくれた。ありがたかったよね。俺ら三人だけだったら相当大変だったよ。めっちゃ頑張ったと思う。多分。まあバイト前で行かないけど、なんだろう。ありがとうございます。まあ、ホッタ君しか今いないじゃん。ホッタ君は乗ってくれるわけ。乗ります。はい。おお。あとミクルとミズキちゃんか。うん、受けて立ちます。サクマがそれはどうしようかな。北進ペペリー。またバスゲームやる。いや、俺バスゲームにもよる。ああ、すごい。今回はやめときますみたいな。これだったらいけるなってやつはいい。まあ、無事終わりましたね。そうですね、よかったです。まあ、いい年を、はい、迎えましょう。確かに大騒ぎになりました、ね、ちょうどね、うん、一旦クリスマスだし。ああ、そうですね。クリスマスからのお正月。はい、ということでね、はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。